こんにちは、やちこです。今回は新玉ねぎを使って健康的になろうってことで、ダイエットにも効く酢玉ねぎを作ります。後半には食べやすい方法を載せてるんで、よかったら最後まで見てみてください。材料は新玉ねぎ、お酢、昆布、蜂蜜、塩、砂糖です。新玉ねぎを使う理由としては、新玉ねぎってスーパーに5月頃までしか並んでないんですよ。でね、普通の玉ねぎより新玉ねぎの方がみずみずしくって辛みも少ないから甘くて美味しいですよってこと。あとね、今回純米酢なんですけど、純米酢の方が旨味や甘みがあるから、普段の料理に使うとコクが加わるそうです。ってことで早速作っていきます。
し。よし、いただきます。おいしい。意外といけたな。いただきます。うまっ。